はい、皆さんこんにちは、井上雅弘です。仮面ライダーガブ、仮面ライダーの新シリーズですね、新しく始まったということで、僕もね、ちょっと初見で見ていこうかなというふうに思います。まあ、初見と言いつつもお菓子の仮面ライダーっていうので、まあ、事前にポスターとか、見ているので、なんとなくは情報は入ってるんですけれども、まあ、毎年ね、この時期仮面ライダーね、まあ、ディケイドから時期がずれてこの時期から始まるようになった仮面ライダー第1話を見ていきたいと思います。てかすごいよね、 YouTube で見れる時代になったっていうのが、また、まあもちろん期間限定配信っていう風になってるんですけど、それが YouTube で見れるっていうのはね、半端ないですね。今じゃあ視聴開始。急にアクションシーンからスタートするんだ。あ、もうすでに戦ってるところからなんだ。話が早いですね。大抵いきなり戦ってるシーンからってよりかは、なんか通常の街並みとか日常生活から、まあ仮面ライダーのそのベルトとかを手に入れて、すごいこう人生が変わっていくみたいな感じのことが多いんですけど、いきなりアクションっていうか、いきなり世界観すごいところから始まるんですね。ああ、もともとすごい異世界みたいなところにいて、で、まあ、日本に来たみたいなイメージですかね。うわー、これ最初のカット、これ顔にめっちゃうずめてる、これ。泥水っていうか、これ海かな。うわー、これメイクさん泣かせ。オープニングないの？第1話、おかしな仮面ライダー。やっぱ主人公の洋服もちょっとこうポップな感じになってますね。お菓子っぽくて、靴とか。これやっぱね、今の、まあ、全部のドラマに言えることなんですけど、常に異世界っていうのは結構厳しくて、まあ、ずっと CG 合成とかになっちゃうから、やっぱりこうやってどこか日本の普通の世界観を主軸に、ちょいちょい異世界みたいな感じの割合にしないと、まあ、結構大変なんですよね。どこまでやっぱ1話で CG 使ってくるか、ちょっと見ものですね。いや、この出てきたライターの人、全然ライターっぽくないライターの人が出てきましたね。こんな格好のライターいるかっていうぐらいな、ライターさん、カラキダさん、結構重要なキャラクターになってくるのかな。結構探偵サイドみたいなのもあるのかな。やっぱ今のライターじゃなくて、やっぱ探偵でライターっていうふうに、まあ、嘘ついてたというか、演じてたのかな。なんだ今の金みたいなの。お菓子食べた。グミ食べたことあるの？それともないの？初めて食べた感じ？でもグミの知識はあるから、グミのことは知ってたって感じ？あ、食べたことないんだ。人間のお菓子かって言ってるから、お菓子食べたことないけど、お菓子のこと知ってたって感じかな。おい、ベルトそんな急に現れるか？何？その体の中から出てくる昭和式のこのベルトの出し方とか、なんかこう、強いアイテムをゲットするみたいな感じで、こう、なんか、ねえ、平成的なこう、これが仮面ライダーのベルトとかじゃなくて、急にお腹から出てくる。あ、それ体の一部なの？ベルトじゃなくて体の一部って認識？マジで？ベルトじゃないんだ、もう。ベルトじゃないんだ。お腹なんだ。だから、ライダーお腹。ライダーベルトじゃなくても、ライダーお腹。ライダーストマック。何食べてんの、これ。お腹からなんか出てる。ちょっと怖い。ちょっと怖いじゃん、これ。なんかお腹から触手出てくるって怖くない？なんかエイリアンみたいじゃない？子供にはショッキングじゃないか？あ、結構メカニックな口なんだ。あ、結
構何あ俺エイリアン的なこう生物的な感じだと思ったら敵も結構メカニックなお腹してるんだね。グラニュート、このお腹に口が生えてる種族をグラニュートっていうのかな。でそのお腹のことをガブっていうのか。過去に何かあったんですね。グラニュートだけど変身はまだできないくらい弱いんだねこの主人公は。これグミめちゃめちゃいるじゃん。イートグミって言ってる。団体芸まさかの。おお、お腹出してくスタイル。いや服の上からつけないんだ。お変身。ああなんかスーツの作り方が今までと違いますね。かなり光沢感あるっていうかエナメルっぽいっていうか、どちらかっていうと仮面ライダーのスーツってこう金属に近づけるみたいな感じでこうプニプニ感だったりエナメル感っていうのをそんなに出さないように金属感を出すようにっていうので造形師さんたちは苦労してきた中で、これ逆いってる感じですよね。逆にプニプニにして光沢出して金属感から遠ざけるみたいな。おライダーキック、あ違う、あ剣出した。このコンテナとコンテナの間でわあ、やっぱ気合入ってますねアクションに。え今の必殺技、え今の必殺技か。おお、敵が急に犬になった。イートキャンディー、あなんかバイクっぽいもの乗ってた。なんだこのバイク。おーすごいな。あーあーああ街中ぐちゃぐちゃだ。あーあーああやばいやばいやばい、めっちゃ壊しちゃってるこれ。派手でいいけどこれめちゃめちゃこれ被害出ちゃってる。お必殺技出るか。右足がグミっぽくなってる。そのプニプニっぽくなってるのはそれあんま痛そうじゃないな。あでもなんかちょっと炎っぽい感じ、あマグマっぽい感じでね。はい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 、物理ダメージ以上のものがありそうですね。原因不明の爆発、まあそうだよね。さっきのすごい予算かかるバイクじゃなくてちゃんとした人間の世界のバイクがあるの。あるあ、ちゃんとバイクも乗るね。今のバイク乗ってるシーン僕と同じ方式で乗ってますね。あの撮影というか荷台の上に乗ったバイクでこう撮影するみたいな。1週間後、あこれ多分ヒロインの子かな。なんで倒れてんの。あお腹空いて倒れちゃった。ポテトチップス出てくるんだ。はいはい、ということで仮面ライダーガブ1話見させていただきました。おかしな世界という名にふさわしく、なかなか今までの仮面ライダーになかった世界観と仮面ライダーなんじゃないかなというふうに思いました。かなり情報量が多くて良くも悪くも細かかったというか、これなんだろうっていう謎が細部にめちゃくちゃあって、まあ、これから多分いろんなことが分かってくんじゃないかなというふうにも思う。そんな演出が随所に散りばめられていて、これから先のね謎解きが面白くなるんじゃないかなと思いました。すごい良かった点がアクションシーンが、まあ、何個かありましたけれども、生身のアクションだったりライダーと怪人のアクションだったり、またバイクアクション、いろいろありましたけれども、動きやろうとしてるアクションがないものを作ってやろうぜっていう気概を感じるような、これ狙ってやんないとこのアクションやんないだろうなっていうアクションが何個かありました。
コンテナとコンテナに挟まれたアクションとかもう普通考えないですもんね。主人公のキャラクターも、まあ、人間じゃないっていうのも言っちゃってるんで、あのまさかの変身ベルトが体の一部で肌に直付けの変身ベルト、まあ、直付けというかもう体の一部だからこうベルト出すと必然的にお腹全部見えちゃうっていう、今後出てくる2号ライダーとか3号ライダーみんなお腹見せてくスタイルなのかなと思うとまあそれはそれでありなのかっていうふうにちょっと思ったりするんですけど、まあ、女性のライダーとか出てきたらちょっときついですよね。目のやり場に困るというか、どうするんだろうなっていうところですね。あれ真似る子供とかどうするんだろうな。服の上からつけないで直付けするのかな。あとまあ大人になって仮面ライダーガブのコスプレをするいい大人の諸君は気をつけてください。いろんな意味で。まあ次回ポテトチップスが出てくるということで、お菓子推しでねたくさん出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、今後の展開も期待しております。まあ、今回ね仮面ライダーガブ見て感じたのは、まあ半分ぐらいは昔の良さを継承して半分新しいとかじゃなくて、もう今回の割合でいうともう 80%90% ぐらい、まあ、既存にあるものを一回置いといて新しいスタイルで作っていこうっていうイメージを受けました。なんかこう、言い方ちょっと正しくないかもしれないけど、なんか見てて戦隊っぽかったな。なんかこれなんでなんでしょうかね。いやこれ本当に僕の個人的な感想ですけど、戦隊っぽかったっていうのはなんかなんでなんだろう。色とかかな、色とかポップさなのかな、キャラクターなのかな。なんかちょっとこうあの明るめな感じというかライトな感じというか、途中からなんかこれ戦隊見てんのかっていう感じ、まあ、別に戦隊が、まあ、分かんないんですけどね。何を思ってして仮面ライダーっぽいって思ってるのか、何を思ってして戦隊っぽいって思ってるのかが本当にもうただの個人的な感覚値でしかないから、もしかしたら僕の感じ方は古いのかもしれないんだけれどもね。最初お腹からね口出てきた時はちょっとびっくりしたんですけど、子供怖くないかな、まあ、きっと受け入れてられ、きっとね受け入れられていくことだと思います。仮面ライダーガブ1話始まりましたけれども、まあ、これから1年キャストスタッフ一丸となって、ね、素晴らしいものになっていくんじゃないかなというふうにも思いますので、変わらず応援しております。いい最終話を迎えられることを祈っております。いや楽しかった。またね。